そもそもの話、なんで藤井二冠は天才なぁ。藤井二冠が将棋で大成を果たしたのは、もちろん将棋の勉強をしっかりされたことは大きいですが、それだけではなく、幼少期の過ごし方に大きく影響があるようです。幼少期の過ごし方ってそんなに大事なぁ。今回の内容は藤井二冠ファンだけでなく、子育て真っ最中のパパママ必見の天才を育む教育方法です。天才までいかんでええけど、賢い子になってほしいわ。世界的に一番信頼されている科学誌ネイチャーに以下の論文が掲載されました。米国の研究者グループは4歳から19歳の300人を IQ 値で3階層に分け、2年空けて脳皮質の変化を調べました。脳皮質が厚いと脳内の伝達回路がスムーズになりますが、実際に測ってみると脳皮質の厚さは知能平均群 IQ83 から108が7歳頃、知能上群 IQ109 から120は9歳頃に最大に厚くなり、その後厚くなることはありませんでした。ところが知能優秀群 IQ121 から149は13歳ぐらいまで皮質の厚さが増していったのです。 IQ が121以上になると脳の成熟期間が長く、精神的に安定した時期を過ごせるということが関連していると考えられています。つまり乳幼児期に IQ を121以上にしておくと、脳皮質の厚さが増す時期も長くなるので、高い IQ に継続的に育っていく可能性が高くなると言えます。この記事の内容に対して、脳科学の権威でもある日本福祉大の久保田基礎教授は、今後は5歳頃までにいかに IQ を121以上に上げるかが教育や保育の目標になる、 IQ を高める方法を研究すべき時代に突入したとコメントしています。幼少期の過ごし方で後々の伸び具合も変わってくるってことやな。藤井二冠はこの幼少期をどのような環境で過ごしたのでしょうか。2002年7月9日午前2時1分、瀬戸焼の産地として知られる愛知県瀬戸市で藤井聡太二冠がめでたく誕生されました。住宅設備機器会社に勤める父の正志と母の優子との間に藤井家の次男として誕生した体重 3662g、 身長 51cm の赤ちゃんが17年11ヶ月後に最年少でタイトルを獲得をするとは夢にも思わなかったでしょう。母の優子さんは呼びやすい名前として聡太と名付けました。聡明であってほしいという気持ちもありましたが、それよりも大きくなって本人があまり負担に感じないような名前をと願いましたと語られています。お母さん、心配しなくても、将来どんな名前でも恥ずかしくない大スターになりますよ。藤井二冠は3歳の時、スイス製のキュボロという木製立体パズルに夢中になりました。溝や穴の空いたブロックを積み木のように組み合わせ、ビー玉を転がすコースを作る玩具で、外から見えない部分を想像しながら通路を作るチーク玩具です。このキュボロ、はっきり言って高いです。3歳の子供に与えるおもちゃとしては高級品で、優子さんの教育に対する熱意を感じます。優子さんはキュボロを与えた時の藤井二冠の様子を覚えており、説明だけすると夢中になって遊び始めました。ブロックの積み方は雑でしたが、ビー玉は通る、空間認知ができることに驚きました。鉛筆が持てるようになると迷路を描くことに没頭、新聞の折り込みチラシの裏面に模様のような細かい迷路を飽きるまで描き続けたようです。好きなことに一心不乱、のめり込むタイプでしたと優子さんは語っていました。キュボロは空間認識能力を鍛えることができます。通路を作成するイメージを立体的に考えることで空間認識能力を司る右脳を鍛えることになります。将棋は論理思考の左脳が活用されるのが通例だが、右脳も活用できる人が存在し、右脳と左脳の両方が活動するため脳全体の活動レベルが上がり、当然左脳しか使わない人より強くなります。
脳は左手とつながっているため、右脳を鍛えるため棋譜並べをわざと左手で行う人もいます。右脳には空間認識力以外にもひらめきや発想力、直感力、想像力も持ち合わせているため、人知を超える発想をする天才と言われる人は右脳派と言われるゆえんです。じゃあ私も今からキボロするわ。大人になってからでは効果が薄いです。幼少期の脳が発達段階である敏感期にやるから効果があり、逆にこの時期を逃してしまうと体得は困難です。効果を得られる時期は限られているからこそ、幼少期はまさしく黄金期なのです。つまり藤井二冠は幼少期の敏感期にキュボロで遊ぶことで右脳を鍛え、天才脳の基礎を作りました。また雪の聖母幼稚園は藤井二冠が3歳から3年間通った幼稚園で、愛知県瀬戸市の自宅から車で10分ほどの距離で小高い丘の上にあります。この幼稚園はイタリアの医師マリア・モンテッソーリが確立したモンテッソーリ教育を実践しています。子供は自ら伸びたいという強い願望を持つという信念に基づき、一人一人の興味を尊重し、個々の感性や自主性を育むことを重視し、大人は子供が一人でできるように手伝う姿勢で見守る教育方法です。例えば自宅の壁に子供が落書きをしたとします。通常なら親は怒り、二度としないように言い聞かせます。しかしモンテッソーリの教育では、子供の脳が壁に描く経験を成長過程で必要だと判断し行動しているため、親はその行為を見守り、壁の落書きを作品と認識し、壁に描かれた作品作りを褒める逆の教育方法です。壁に描くことを禁止したら、脳が成長に必要としている経験を奪うことになり、脳の成長の邪魔をすることになるという理念です。この教育が生み出した著名人は多く、 Google 創設者セルゲイ・ブリンとラリー・ペイジ、 Amazon 創設者ジェフ・ベゾス、マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ、ウィキペディア創設者ジミー・ウェールズ、フェイスブック創業者マーク・ザッカーバーグなど、誰もが知る有名企業やサービスの創設者が目立ちます。 IT 系の起業家だけではありません。イギリスのウィリアム王子とヘンリー王子、オバマ元アメリカ大統領など、モンテッソーリ教育を受けたと言われている著名人の活躍分野は多岐にわたります。興味を持ったことは何でも気が済むまで自由にやらせてみよう。これが藤井夫婦の子育てのモットーだったようです。意見は言えますが、こうしなさいと強要はしません。嫌なことはずっと続かないと思いますから。優子さんの頭の片隅には、教育熱心だった自身の母親のもとで、習い事に取り組んできた幼い頃の少し苦い記憶もあったようです。しかし、藤井夫婦は、入園前からモンテッソーリ教育に関心があったわけではなく、優子さんによればモンテッソーリ教育は幼稚園入園後に初めて知ったそうで、幼稚園が自宅から近く、偶然事前に見学した際に施設が気に入ったので入園を決めたようです。この教育を受けられる場所は限られており、藤井二冠は環境面でも恵まれていました。また優子さんは藤井二冠にテレビを見させていなかったようです。理由として、モンテッソーリの教育としてテレビは子供の脳に悪影響を及ぼすとしていたからです。東北大学加齢医学研究所は視聴時間を見ないから4時間以上まで7段階に分けて分析した結果、テレビを長時間見た子供の方が脳の成長が遅い傾向が出たというのです。米国小児科学会によると、2歳以下の子供のテレビ視聴は進めないようです。英国の団体パブリックヘルスイングランドは7歳の子供を対象にテレビ視聴時間の調査を行い、長時間テレビを見る習慣がある子供は自信や自尊心、幸福を見つける力が弱い傾向があるのだそうです。米オハイオ州立大学では、子供が他者の心の状態を推測する心の機能、すなわち心の理論を急速に発達させるのは
就学前の時期だと言います。心理学でいうこの心の理論がこの時期に十分に育たないと他人の気持ちを察する能力に欠けるため後々の社会生活に影響が出てしまうとの結果でした。調査を担当した米オハイオ州大学のナザーソン准教授によると、テレビに対して本、読書は登場人物の気持ちを描写するので、この能力を育むことができると言います。本はそんなに有効なんか？テレビやアニメと比べて本を読むときにはより読者の想像力が求められます。文字から場面や気持ちを想像することが必要だからです。絵本であっても飛行機の絵からそれが飛んでいる場面を想像することや、主人公の絵から声や喋り方を思い描くことが求められるからです。文部科学省の調査により、本をたくさん読む子供ほどコミュニケーションスキルやマナースキルが高いことも分かっています。コミュニケーションスキルやマナースキルは、相手の気持ちを考えて言葉を選んだり、場の雰囲気に合わせて行動したりできる能力のことです。前述の通り、読書をすることで想像力が豊かになります。本を多く読む子供は想像力を働かせてコミュニケーションを取ったり行動したりできるようになることが期待できます。読解力や語彙力が高まることも読書や読み聞かせの効果の一つです。本を読んでいると普段は使わない言葉に出会うことも多くあります。新しく知った言葉の意味を丁寧に調べていけば、自然と語彙力が鍛えられるでしょう。藤井二冠は幼少期より本に囲まれた生活を送っていました。突然ですが、藤井二冠が小学4年生頃に学校の自己紹介カードに書かれた最近読んで面白かった本ベスト3をご紹介します。1位、海賊と呼ばれた男、百田直樹。明治から昭和にかけて幾多もの困難を乗り越え、石油事業に尽力した人物。モデルは出光興産の創業者の生き様を実話をもとに、戦後復興や世界市場を牛耳る石油会社との戦いを軸にしたストーリー。2位、深夜特急、沢木耕太郎。インドのデリーからイギリスのロンドンまでをバス、特に路線バス、高速バスなどの乗り合いバスだけを使って一人旅をするという目的で日本を飛び出した筆者自身の旅行体験機構。3位、アドバード、椎名誠。兄弟2人は行方不明となった父が生きていることを知り旅へ出るが、世界は改造生物を使った広告戦争により荒廃しており、何もかも分解して土に変えてしまう化学合成虫、鉄を食い尽くす罠なき、触手を持った動く絨毯のような灼舌、そして鳥文字を作ったり人語を話す広告用の鳥アドバードといった珍妙不可思議な生物たちがうごめく危険な時代を彩る SF 長編小説。小学4年生が選ぶ本とは思えん渋い本ばっかりやな。どないやねん。現在の藤井二冠の好きな作家は司馬遼太郎。歴史小説好きの母、優子さんの影響を受けたようです。ノンフィクションの名手、沢木耕太郎や山岳小説で知られる新田次郎も愛読し、小学4年の頃には新聞も読むようになり、社会面からめくって気になった記事に目を通すのが今も日課です。藤井二冠は2017年6月2日棋王戦の沢田慎吾戦で逆転勝利をした後のインタビューでこう答えました。自分の実力からすると良好としか言いようがない。良好。中学生の口から飛び出した言葉に記者らは不思議そうな表情を浮かべ、録音したコメントを聞き直したようです。デビュー11連勝の時、妨害の結果と感想を語り、通算50勝の時は節目の数字となった。同じ意味でも節目とは読まないところに非凡さを感じさせます。母方の祖母の清水育子さんは漢字が好きでしたね。小学校低学年の頃、電子辞書の中に入っていた漢字検定の問題を私と一緒に解いていました。気づいたら大人が読むような本も読んでいましたと振り返っていました。親の背中を見て子は育つと言いますが、
例えば、親が毎日棋譜並べをしていたら、子は何をしているのか興味を示して将棋をしたいと言い出します。読書好きな子になってほしいなら、親が読書をして、子にその姿を見せ、また、部屋に本棚を置いて、いつでも本が読める環境づくりをすることが大切です。藤井二冠は、幼少期から本や新聞に触れていたため、今でも読むことに抵抗が感じないのです。座って本を読む習慣がないと、小学生になり教科書を渡され読むように言われても、本を読む訓練をしていないので、脳が拒否反応を起こし、慣れるには時間がかかる、もしくは大人になっても馴染めない状態になります。幼少期に読むことを訓練している子供と、してない子供では、教科書の活字を触れた時に差がついて当然であり、子供自体の問題ではなく、与えられた環境や経験の差とも言えます。読書が大切なのは分かったし、テレビを見てたら悪影響があるのも分かったけど、テレビを見てくれることで、親は他の用事ができるし、テレビ見てくれたら、その間親が休めるし、他の子供との会話でテレビないと話についていけなくなるリスクもあるで、有効な方法として、テレビを見る時間を決めておくことや、テレビを一緒に見て会話をする、コミュニケーションを行うツールとして取り入れて、一方的に長時間黙って見続けるのを避けるやり方があります。テレビやスマホは中毒性が強く、大人でも慢性的に放心状態で見てしまいます。ましてや、子供には刺激が強く、心身が拒否をしているにもかかわらず中毒に支配されて、無言で見続けて支配されている状態を見たときは、意識して声をかけることが大切ですね。けど、キャボロは高いし、モンテッソーリ教育を受ける教育機関が近くにないな。その場合、キュボロの類似品として、値段が安く、立体的に、ボールの通路を考えることができるビーズコースターがおすすめです。また、モンテッソーリの理念をまとめた、本、モンテッソーリ流、自分でできる子の育て方、知る、見守る、時々助けるも出版されているので、興味のある方は、下の概要欄に商品の詳細確認と購入ができますのでチェックしてみてください。全国の親御さん自身の健康も気をつけながら子供との大切な時間を楽しんでくださいね。無限の可能性を秘めた若き勇者の活躍に乞うご期待。有益な情報を配信するためにもチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。良い将棋ライフをお過ごしください。失礼いたします。